どうもー、影山です。今日はですね、波はあったほうがいいということについてお話したいと思います。波、こう、波って、あの、海に、あの、海の波ではないんです。まあ、その波のことなんですけど、海の波ではなくてですね、例えば感情の波であったりとかね、商売のその、売り上げの波であったりとかですね、えー、まあ、人生の中での波ですね、そういうものが、こう、あったほうがいいというか、まあ、 あるもんだということで、それはそれでそのよりその前へ進むときにそのプラスになることであるということをこう認識するということですね。だ感情がありますよね。感情にこう波がこう起きてそれ。 この波がこう定義しすぎるとしんどいんですけどもえ高い状態であればいいっていうことでもなくて低い状態であればあかんっていうことではなくてですねその感情の波によってこう自分を見てですね自分を内観するというかそれでこういうことでこうやなっていうことをこう確認することですね。でえだんだんとその波がこう緩やかになってこう。 上下こうガーッとこう上がるのをこう上の方でこうげあのいい状態で波を作っていってさらに上へ上げていくということですねでその波のその感情の波をねこう上下するんですけどもいろんなことがこう目の前に起こってくるんでですねそれに対していろいろと反応しますよねで反応するんですけどもそれはですねあのだんだんとねその そこまででこうどういうどんですかねそのまあ言うたらその波がこう上下して下がるっていうのは結局ストレスがかかっててこう下がったりすることがあるというふうに思うんですけどもそのストレス度合いっていうのはその自分のそのまあ経験もそうですけどその。 なんていうんですかね、鍛えていくこと鍛えたりいろんなことまあ景もそうですねほんで鍛えることもそうですしそういうことをしていくとだんだん強くはなっていくかなというふうに考えますほんで波をねこう下がったり上がったりするんですけどそれを整えていくためにこうあの有効なのがですねえー、動きですね自分の動き、えー、毎日のその作業ですね毎日の作業をこう ここなしていくことだから例えば僕であればですね、えー、朝こう瞑想をするとかですね、えー、朝のその雑巾がけをこうずっとしていくということがあるんです雑巾がけとか、えー、まあまあジュースをこう生ジュースを作,作る作業であったりとかで昨日からちょっと始めたんですけどもその風呂掃除ですね風呂をこう石鹸つけてこう風呂釜をねこう洗うとかね そういうこととかもそうなんです。あとトイレ掃除もそうですね。そういうことをすること、あといろんな作業ありますよね。そういうことをしていくとですね、感情が整っていくというか、平常心に戻っていくという状態ですね。こういろんなことがあるけど、それをすることによって平常心がこう戻っていくっていう、戻りやすい。だからそのとそのためにはその毎日のルーティーンというか、そういう動きを起こすことがやっぱり感情をこう 整えていくこととにななるかなとでそれをずっとずっと繰り返すことによってその高まった感情、えー、低くなった感情をこう、えー、高まり過ぎてもあれなので高まり過ぎたも抑えていくという形ですねほんで下がったもまたこう普通,通常時に戻していくという,こう作業をする。だからあの えー、住職さんとか住職さんいうかその修行僧とかでも毎日同じことをずっとずっとやるんですね。あとこう自分を内観するというかその瞑想というかね、えー、そういうことをね禅といいますかね、えー、禅と言いますねそういうことをこうしていくことによってこう自分のこう落ち着かせいつも平常時に持っていこうとこうしていくんですねそういうことをこう繰り返していく時にこそこうできてくると。だからその、えーまあ、苦しいことがこう 起きますよ、ね、しんどいこととか辛いことっていうのはこう起きてくるんですけどもそれをまたこう平常時にこう戻すこう自分の中の人生の中の修行というかそういうものの、えー、ことをこう心のね在、えー、り方だけですると結構その、えー、大変になってくるその心だけをしっかり持つっていうのが結構大変なんでそれよりも自分の動きですね毎日のこのこ 平常時にやってる動きをやることによって平常を保ちに行く、えー、戻しに行くっていうことですねそういうことをするとこうまたこう落ち着いてくると。 いろんな感情の波が起きるんで,起きたらいいんですよ波が起きいことがいいんじゃなくて起きた時に戻すすことですよね例えばこう腹立ったりしてもそれをすぐ戻すようなこう訓練ですねそれがこうできてくるといいんですよねでそのために必要なのがこう必要というかそのやりやすいのが毎日の,そのいろんなこう規則正しくやってることですねだから規則正しくしましょうというのはそういうことですよね。でそういうことがあると。 でまあ、商売でもこう波がありますよねこう徐々にこの波を上げていくんです売上,を上げていく形をとっていくんですけどもやっぱり順調にこうきますよねこう順調に上がってきたらおおこのままいったらだいぶ上がっていくなと思った時にそ,そう感じた時にまた下げられるんですねその売り上げが急にガクンと下がるんです。 で下がるんですけども前の例えば半年前とかそれよりも上の状態や下がってるず,ーっ,と上がこうずーっと上がってきて下がるんでその最初の頃よりは上なんですよでもその上がってきてて下がるから下がった感じになるんですねそこでまたこう見つめ直すというかどういうことやろうとその 悪い原因を考える必要はあまりなくてですねどう伸びたかっていうところをこう伸ばしていくというか、まあ、長所を伸ばすだから正確でも長所を伸ばすようにすると短所は消えて消えるわけじゃないですけど消えるような感じになっていくっていうことですねそういうことと一緒でですね商売もこう上っていってこう伸びていくその 何か自分のやり方でこう良かったものを伸ばしていってやるそれにまた新しいことをプラスしていくそのことでこう一旦下がってもまたこう伸びていくよるもっと戻っていけるという形をこう取っていくんかなというふうに思います。でもちろんその伸ばしながらえ自分のいいところですね商売をやっててそのいいところをこう伸ばしながらもっといろんなことで幅を広げていくと。で店自体のこのこ 強ささととといいいいいううううか大きさを大ききををくくくししててそここですね。で人生もやっぱりその波があるんですけどもその波のそのねこう乗ってる時っていうのはこう逆にこう危険かなと思ってグッと上がってる時こそこう調子乗ったりこう天狗になったりするところがあって、えー、天狗になるのはなってもいいかもしれないんですけどそれをねやっぱりこう。 外から見るとね。こうなんかこう嫌な感じにこうなると思うんですね。その天狗になってる動きっていうのはね。だから、そこはやっぱり謙虚にこうなることっていうで、それはね。どっかで気づき気づきなさい。よっていうことがこう。ちょいちょいこうちょろちょろっとこう入ってきよると思うんですね。ただ調子に乗ってる部分、えー こう上がってるんでですねそれに気づかないとで気づかずグッと上がっていくとまた落とされるとで落とされた時気づいてそっから上る時はもうその2回目の失敗はしないと。 いうこととにこうなってくると2回目3回目2回ぐらい失敗してもね3回目に失敗しないという形を取るまあ3回失敗しても4回目に失敗しないそれでも何でもいいんですけどもその失敗というかなんかこうその1点だけ見ると失敗になるんですけどもそういうことがあると。でそれをこうまたこう修正して一旦落とされる波としてそこの。 ポイントだけ見ると落とされるんですけど、そこからまたこう上げていくというそのことをこ繰り返していくということですね。だから下がることがあるということですね。それをしっかり分かっといて、その人生の波をこうで調子に乗ってる時はこうなるべく平常時に持っていくと、えー。そのために自分はこういうことをしておこうっていうことをこう見ておいたりとかですね。あとはこう周りをこう見るということですね。身近な人を見ることによって何か気づ されるることもあるしその周りの人、えー、家族とかね、えー、そういうこと身内とかがなんかこう言ってくることに対して、えー、耳を傾けることですねそれがなんかこう気づきを与えてくれることになってくるかなと。だから僕なんかはこう両親がね こう特にこう、まあ、父親も母親もですけども、えー、母親なんかはね、えー、僕とは異性になりますよね、えー、女性になるんでほんとねこう視点が違うんでですね大きな気づきをこう与えられることがあります、うん、そのいろんなことはありますけども、えー、与えられることがあるかなというふうに思いますということで今日はですね何、えー、でしたっけ、えー あ波があった方がいいですね。波はあった方がいいっていうことについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。